煽ったわけですね。で、私が計算したんですよ。私はもうすぐ計算できますから、計算したらね、150年だったんです。で、まあその後もう30年以上経ってるんですけどね、リサイクルはほとんどされていません。これについてはもう一個の嘘がありますから、嘘の二重塗りになってるので、まあ難しいんですけども、だから30年経っても全然、あの当時の方がね、いろいろテレビが廃棄物貯蔵所の写真をこうどん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 映像を出して、もうこんなにいっぱいだと、あとちょっとしか入らない、なんつってですね、煽りましたね。今もそれからリサイクル始まってから、全然ゴミの量変わってないんですけど、相変わらずか、もう全然廃棄物貯蔵所の問題がテレビに出ませんね。だから、テレビはまあなんかね、嘘をずっと続けてるって感じなんですね。まあ、この件に関しては、まだ、廃棄物貯蔵所が満杯でないのに、あたかも満杯のような映像を流して、それで御用学者に8年って言わせて、それでほとぼりが冷めると何も映像を示せなくなると。で、みんなはリサイクルしてるからゴミ箱がいっぱいにならないんだろうと錯覚するっていう、そういう嘘をこう30ぐらいに積み重ねてですね、つまりテレビとか新聞とか御用学者ってのは環境を良くしようと思ってんじゃないんですよ。環境を良くしようと思ってるのは実は国民で、それで環境を良くしなきゃなんない。その担当者の環境省とかそれは違うんですね。これいっぱいトリックが山ほどあるんで難しいんですね。したがってまず報道が嘘だったんですよ。それからもう一つはですね、その頃ペットボトルのゴミの問題っていうのがアメリカではあったんですね。それはどっちかっていうと、アメリカとかヨーロッパはですね、ゴミは焼かないんですよ。それは日本の場合はね、ゴミを焼くっていうのはもうずっと江戸時代とか奈良時代ぐらいから日本は湿気が多いもんですからね。ゴミをね、焼かないとちょっと衛生上問題だったんですね。昔から基本的にはゴミを焼いてたんですよ。焼く文化って言いましてね。日本はだいたいゴミの8割を焼いて、2割を埋めるっていう、そんな感じだったんですね。ところがアメリカとかヨーロッパは空気乾燥してますからね。まあ、ゴミをいちいち焼くのめんどくさいから、もう埋めちゃえばいいやと。それからまあアメリカなんか非常に広いですからね。どっかの谷に投げ捨ててればよかったんですよ。それでそういう文化だったんです。アメリカ、ヨーロッパはだいたい焼くのが2割。それで捨てるのが、埋め立てるのが8割っていう、まあ、ちょうど日本と逆だったんですね。まあ、ちょっとあんまりいい話ないんですけども、人がお亡くなりになりますとね、日本は必ず焼きます。それ、なぜかって言ったら、やっぱり、衛生上、死体なんかを残しておくといけないんで焼くんですね。ところが、アメリカ、ヨーロッパは皆さん知ってるように、必ず墓地に焼かないで埋めるんですね。日本人は死んだら骨になるんですけど、向こうは死んだら土に帰るっていう。これ違うんですね。で、そういう文化の中で、ペットボトルっていうのが登場してきたんですね。で、ペットボトルって結構あれ丈夫で、捨てられて、それをね、こう、従来通りアメリカとかヨーロッパ埋めて、そして上に土かけて、ブルドーザーでかけるとね、一旦はペットボトルですからぐちゃっとこうなるんですけども、それがだんだんなんか盛り上がってきますからね、また。そうすると土が盛り上がってくるんですよ。それが、まあ、ものすごく問題になったんですね。日本の場合は焼きますから問題ないんですね。それで、ペットボトルってのは非常に燃えやすいですし、しか空間があるんでね。まあ、非常に焼く方も楽なんですよ。非常にこう優秀なもんなんですね。まあ、使うときもお茶を飲めたり、醤油を詰めたりできるし、ほとんど破れませんからね。まあ、醤油の入ったペットボトルなんかをちょっと落としてもですね、ペットボトルが割れて、醤油が漏れたなんてことあまりないんですね。非常に優れたものなんです。そのことを実現するために使う原料の純度が 99.99% 以上じゃいけないとかね。そういうことはあるんですけども、まあそれは工業的に技術的に解消できるので、まあペットボトルの容器としてはものすごく優れてるんですね。ペットボトルとポリエチレンテレフタレートっていうそういう高分子なんですけども、プラスチックなんです。非常に良かったわけですね。で、今でも広く使われております。これは焼くのが一番いいんですね。焼いて、毒性のものも非常に出にくいというか、ほとんど出ないっていうものですね。だけどそういうアメリカでの問題が起こって、それをこうブルドーザーでやったやつがぐーっと盛り上がるやつをまたテレビの映像でね、映しましてね、これを騒いだんですよ。しかしこれは実はもともと報道自体が間違いだったんです。朝日新聞が中心に、まあこれを進めたんですよね。だから最初はペットボトルをリサイクルするっていう、まあゴミのリサイクルの問題はペットボトルから開始されたんですね。今でも、名古屋なんかほとんどね、リサイクルの方に資源を、ゴミを回すってことしてないんですけども、ペットボトルだけは、どうしてもそういう運動が根強いからっていうんで、まあ役所の方も仕方ないからって言って、ペットボトルだけは別に出してますけど、全然リサイクルはしてません。
その話も応用したいと思うんですね。だけどまあこういうふうにこう人間の感情を魚で知ってっていうかな、煽ってですね。で、さらにそれに嘘をつけるということは、まあこの癖がついたのが実はこのゴミのリサイクルで、役所も政治家も御用学者も、あ、これは嘘ついていいやと。嘘ついても日本人を騙せるってことを知った、その最初でしたね。